こんにちは、耳鼻科専門診療所の岳先生です。このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報をいつも提供しております。今日はですね、鼻炎についてです。鼻炎です。僕自身もですね、季節性の花粉症もありましたし、あとは季節の変わり目とか1年を通してのアレルギー性鼻炎でもありました。で、これらがですね、うちのチャンネルでもよく取り上げている上咽頭炎を改善していくことで鼻炎までですね、ものすごく良くなってきました。で、それ実際に僕が鼻炎が改善するまでの間に何をやってきたのか、そしてどんな症状で苦しんで、どんな症状が楽になってったのかっていうところもですね、実際の私自身の体験を交えて皆さんにできることを提供していこうかなと思いますので、鼻炎で悩んでいる方はぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは行きましょう。はい、ではですね、実際ですね、僕がですね、もう本当に小学校の低学年、物心ついたぐらいの時からずっと鼻炎で悩まされ続けてきました。で、実際にですね、僕が取り組んだこと、取り組んで改善したことっていうのは3つあります。それは1つは食事、もう1つは睡眠、3つ目は仕事のストレス、その3つなんですね。これは後で詳しく説明しますが、まずですね、僕自身がどんな症状で苦しんでいたのかですね。これはですね、小学校ぐらいの時ですね、僕はもう中学受験をさせていただいたんですが、その時にですね、塾に行ったりとかテストをしたりとかもするわけですけど、そのたんびにもう滝のような鼻水がブワーっと出て、まあテスト中なんかだとティッシュが机の上に出せなかったりするので、もう服の袖で拭きながらすごい苦しんだのを覚えてますし、あとは治らなかったのでいろんな薬をこう試してたんですけど、薬の副作用でも朦朧として倒れてしまったりということもありましたし、すごくね、もう鼻炎があることによってものすごくこう人生をこう損してきたなっていう感じはあります。やりたいこともできずに、取り組もうと思っても鼻炎によってやる気をそがれてしまって、うまく目標達成できなかったりとか、そういったところもあります。それがですね、小学校だけではなくて中学高校もずっと同じような状態が、もうずっと1年中鼻水でくしゃみでっていう状態ですね。あとは社会人になってからも続きました。社会人になるとですね、もちろん私はですね、一番最初資格を取った後は整体院に勤めさせていただいたんですが、まあある程度こう整体しながらこう人の体をほぐすんですけども、ある程度下向くじゃないですか。そうするともう鼻水がもう垂れてきてっていう状態で、まともに仕事ができなかったんですね。で、それによって職場でもすごく、まあ、どうなってんだっていう形で、言われてきましたし、すごく鼻炎があることによって肩身の狭い思いをしてきたのをすごく覚えてます。で、そんな中ですね、やはり自分も辛いし、仕事もやっていけないし、どうにかして改善していかないとなっていうところで、取り組んでいったのがさっきの3つなんです。で、1つ目がまずは食事ですね。僕もともとどんな食事したのかっていうと、大体ですね、僕らの仕事って朝出勤して、でお昼の時間が空いて、で夜まで仕事っていう形なので、お昼ご飯をですね、まあ、朝出勤の時にも買ってくんですね、コンビニとかで。で、それでいつも食べてたのがカップラーメン食べてたんですね。お昔なんてもうお金もそれこそないですし、もうカップラーメンとおにぎりみたいな、炭水化物のオンパレードだし、悪い油だし、そういったものばっかり食べてました。で、その結果やはりもうずっとそういう症状に悩まされ続けましたし、っていうことになってました。で、そこはですね、まずその食事の改善というところでそういったものをやめたんです。特にカップラーメンですね。カップラーメンの油っていうのは非常に体に悪影響を及ぼしてきます。まあ美味しいんですけどね、すごい美味しいんですけど、やっぱり食べ続けてしまうと健康には悪いということで、まずそこをやめました。で、これは今思えばなんでそれが改善の理由だったかなと思うと、やはりですね、油とかそういったものを取ってしまうと胃腸の方にですね、熱をこもらせてしまうんですね。で、鼻炎とか一番の主な原因は上咽頭炎だったんですが、上咽頭炎の原因としてここに熱がこもってしまうっていうことが原因なので、胃に熱がこもると熱っていうのは上に上がる性質があるので、上咽頭にいつもよりも多い熱が加わってしまう。つまり熱が増えることによって炎症も増してしまうので、それによって鼻炎の症状が出てたという背景があります。これはですね、上咽頭炎を改善するための食事っていうね、過去の動画にも出しているので、そのカップラーメンだけじゃないです。他にもいろいろあるので、ぜひね、同じような症状に悩んでいる方はそちらも見てほしいんですけども、まあ、概要欄の方に貼ってきますので見てください。で、それらをやめたことっていうのは非常に大きいですね。やはり食事っていうのは自分の体を、今のこの体っていうのを作ってくれているものになってくるので、そこを変えていくっていうのは非常に重要なのかなと思います。で、実際に僕がこれやってったことですね。で、2つ目の睡眠ですね。やはりですね、
若い時なんかっていうのは、まあ、仕事終わってまだエネルギー有り余ってますから、家帰ってもなんか自分のやりたいことをやったりとか、ちょっと夜更かししたりとかっていう風にどうしてもなってしまってたんですね。で、実際の僕の睡眠時間、鼻炎とか上咽頭炎ひどかった時っていうのは5、6時間ぐらいでした。やはりですね、でも周りの方とかに聞くと、まあ6時間とか5時間で寝てる方、それで活動してる方がいっぱいいらっしゃるので、僕的に普通かなと思ってたんですよね。まあまあ普通ぐらい取れてるからまあいいかなっていうふうに考えてたんですけど、ある時ですね、ちょっと睡眠を試してたくさん取ってみようってなったら、すこぶる体調がいいんですね。僕どのくらいにしたかっていうと、7時間から8時間、ベストは8時間ですね。そのぐらい寝るようになると上咽頭炎の症状も一気に落ち着いてきたんです。そして鼻炎も一気に落ち着いてきたんですね。これはなんでかっていうと、睡眠というもの自体が熱にすごく関わりが深いんですね。何かっていうと、日中ですね、活動したりすると体の中の熱っていうのはどん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 上にのぼせてきます。これみんなそうなんですね。ここに熱がこもりやすくなってきます。で、それを睡眠によって一旦リセットしてくれる、のぼせた熱を足の方に送ってくれたりとか手先に送ってくれたりとかっていう形で、上がった熱をリセットしてくれる役割っていうのが睡眠にはあるんですが、睡眠時間が短いとそのリセットする量がやっぱり少なくなってしまうんです。つまりのぼせた熱が残った状態で翌朝を迎えてしまうんですね。で、それを毎日毎日繰り返しているとずっとここに熱がこもった状態になってしまいます。そうすると上咽頭も鼻炎も、まあ、要は粘膜に炎症が起きてしまうということになってくるんですね。なので、それを7時間から8時間に変えることによって必ず毎日こうリセットしてくれるような状態にしたということです。それはね、本当にたかが 1,2 時間増えただけなんですが、これはかなり違いましたね。なので僕も今もですね、仕事も結構忙しかったりするんですが、どんなに忙しくても睡眠は最低は7時間絶対確保するように予定を組んでます。それぐらいですね、僕は最重要として睡眠を置いておりますので、ぜひこれもですね参考にしてください。そしてですね、僕3つ目の最後は仕事のストレスなんですね。で、ちょうど僕がですね、上咽頭炎も鼻炎もものすごく軽くなったタイミングっていうのが明確にありまして、それは僕が独立をした時なんです。具体的に言うと29歳の時に僕が独立をしているんですが、今まではいろんなところに鍼灸院とかに勤めさせていただいて、そこから一人で鍼灸院を開業っていう形になるんですが、その独立したことによってそれらの症状が一気に治っていったんですね。これは今考えるとですね、やはり勤めている時っていうのは多分いろんなストレスがあると思うんですよね。もちろん人によって独立した方がストレスがあるよっていう人もいれば、勤めてた時の方がストレスが強いよっていう方分かれると思うんですが、僕は勤めてた時の方がすごくストレスが強かったんだなっていうふうに今思います。まあ、これはどんなストレスだったかなっていうと、例えばこれをやってねとかっていうふうにすごく強く指示されたりとか、あとは働きに見合ってない給料がもらえてなかったりとか、自分をねしっかりと生徒に評価してくれていなかったりとか、そんな形でですね、ストレスが多分溜まってったんじゃないかなというふうに今では思います。それがですね、独立することによってこれがどう変わってったかっていうと、まあ、自分自身がね全ての責任になってくるので、そういったストレスはあるんだけども、自分の思ったように何かができたりとか、自分が頑張った分の評価がそのまま返ってきたりとかっていう形で、ストレスがやりがいに変わってったんですね。なのでそこでかなり症状が一気にバンとガラリと変わっていきました。なので、もちろんね、勤めている方、なかなか勤めている状況を変えられないよっていう方もいると思います。ただそこをマイナスのストレスとして捉えるんじゃなくて、ご自身で何かプラスのストレス、やりがいっていう形に変えていけると、ストレスがむしろエネルギーとして変わってくるんじゃないかなっていうふうにも考えておりますので、僕はですね、そういったこと、ストレスっていうものを変えていくことによってすごく症状が変わっていきましたので、これもですね、ちょっと参考にしていただければと思います。もちろんそのストレスがですね、人間の体、それこそ腸内環境を悪くして、それが炎症の起きやすい体になっていくっていうのはもう言うまでもありませんが、そういったストレスをね、少しでも減らしていくっていうのは非常に重要だと思いますので、参考にしてみてください。今日はですね、私が実際に小学校から悩んできた鼻炎の症状っていうのを解決していくのはどんなことをやってったのかっていうところを主に話をしていきました。もちろんね、鍼治療とかはたまにしてたんですが、メインは今話した3つです。ここをしっかりとやっていくだけでかなり改善していきますので、もしできる方はですね、一つでも
やっていただけると、今お悩みの症状っていうのがどんどん解決に向かっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。こんな感じですね、このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報をいつも提供しております。少しでも役に立ったよっていう方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。